とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日もやっていきましょう。タワー、二ついいものが出るまで、やめられません。シーズン6になって、なかなか時間がかかるようになりました。今日はどれぐらいで終わるんでしょう。とりあえず、頑張ります。行くぞ。イカが出た。まあまあ、とりあえず、氷の牙から。あー、ダメ、弱い。どうだ？ダメか。まあ、クールダウンついてたとしても、若干微妙だね。シュルカは？あー、ダメだ。クールダウンがない。惜しいな。まあまあまあ、今回意外といい気がする。どうだ？うわー、惜しい。これめちゃくちゃ惜しいな。これは惜しかった。エンチャントダイナモでしょ、でクールダウンショットで一番右にロールチャージかアーティファクトチャージ来て、で黄金でこれ貫通3だったらね、マジ最強だった。うわー、惜しいな。やっぱこのクールダウン編成と無限ダイナモが同時についたやつっていうのがすっごい欲しいのよ。でも4つともね、欲しいやつじゃないとダメなんで、かなり難しいね。いやでもこれ惜しかった。3つ、まあまあ3つだよね、いいのがついてたんだけど。いやー、なんか今日出る気がするぞ。なんかまた惜しいのが出たな。ダイナモだけ、これにね、これに貫通がつけばよかった。しかも右でも左でもよかったのよ。クリティカルいいし、テンポセフトもよかったんで、いやー惜しいな。まあ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 、今日はなんかほんと出る気がする。なんか絶対来るよこれ。出たけどもやっぱり俺は影の衣に嫌われてるんだな。どうしてもこれのね、クールダウン出にくいんだよな。物は出る。物は出るけども、エンチャントが、点でダメ。本当に。まあまあ、クールダウンついてたとしても、若干いまいちか。いや、普通だな。そうでもないか。クールダウンどこに入っててもよかったんだけどな。残念です。黄金で毒フォーカスまでついてたのに。もう仕方ない。なかなか出ないから、とりあえずこれで、1個目は勘弁してもらおうかな。締め具。ですね。エンチャントとしては、まあまあ、普通じゃないですか。黄金でダイナモ2がついてます。一番右から、旋風、輝き、一番左は、そうだね、弱体化かな。まあ、波ぐらいの投手の締め具ですけども、まあ、とりあえず使っていけるということで、1個目これでお願いします。骨の弓、ダイナモだけだったな。残念。惜しいな。惜しいな。共鳴がついて、で、一番左に流れ込む魂だったらよかったんだよな。共鳴と流れ込む魂、この2つがねついてるやつで、さらにはダイナモもねついててくれれば最高なんだけどね。それも探してます。まあこれは共鳴だけでちょっとイマイチだったんだけども、まあ黄金であったしいい感じかな。今日なんかほんとね惜しいやつが出る。どうだろう、いけるかな。早く終わって、とりあえず出た。スポンジ痛みサイクル付きだね。凶暴化もついて、まあ面白いかなと思うんだけども、いやーこれは妥協になるのかな。どうだろうかね。このね、軽快な亀の防具もすっごい惜しいのよ。すっごい惜しい。これ亀じゃなくって他だったらマジでよかった。でさらに言うと、まあクールダウンはせめて2、1よりもやっぱり2なんだよな。1じゃちょっと連打ができなくなるので2以上が欲しいところ。
で、エンチャントは雪玉、シナジー、もしくは防護。で、ポーションバリア。か霊気、まあいろいろとね選べて、これすごくいいんだよ。なぜ亀だった、そこがちょっと残念。まあクールダウン1っていうのも残念だけどね。まあまあスポンジこれね、いいっすか、今日結構時間かかってて辛いです。スポンジストライカー痛みゲットです。はい、それでは戻ってきました。今日はだいぶ時間がかかった、今日はかかったね。4時間半ぐらいやってました。全然出なかった。ちなみに今昼間です。昼間。昼ご飯食べてからスタートしたんで、かなりきつかった。やっぱり夕方だよな、一番出るのは。でもまあ、こういうこともあります。昼間やって、すっごい簡単に出ることもあるし、まあ、言うたら運ですね。はい、ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。